そしたら、そう。入れます。そしたら、あんいける。ひたすらかき混ぜる。で、水気コントロールします。これがレガーノのホイリカルボナーラです。イタリア料理は村の美学、サング橋のイタリアレストランレガーノのオーナーシェフ、小倉東美です。で、今日はスパゲティカルボナーラです。ニンニク入れる人もいるし、イタリアンパセリ入れる人もいるし、オリーブオイル使う人もいるし、生クリーム入れる入れないで、ちょっとこっちを見たら喧嘩になるし。で、僕は入れる派なんですけど、カルボナーラのコツって、いかに、なんていうかこう、卵に不純物を入れて、固まる力を鈍らせるかってことが、僕はコツだと思ってるんですよ。なので、生クリームでやるんですけど。で、カルボナーラはボウルで作った方がもちろん滑らかで美味しいとかあるんですけど、やっぱりカルボナーラに関しても、熱々でやってほしいと思っているので、なるべく熱いパスタを作ろうとすると、卵によってやっぱり余分なものを入れなきゃいけない。まあ一応もちろん水でもいいですし、オイルを入れてもいいし、僕は生クリーム入れますし、そこでなるべく熱いカルボナーラを作る。で、ボウルは使いません。で、カルボナーラ自体は、こう、すごく強いんですよ。やっぱり、卵を、こう、パルミジャーノ、まあ、もちろんペコリーノの方がいいですけど、で、生クリーム、僕入れますけど、濃いんで、いつもの、このガロファラのブロンズタイプだと、ソースで絡みすぎちゃうんです。なので、今日は、ここはケスノです。バリアの SOC、セルシオのシェフのナンバー5、まあ、1.78 ミリぐらいのテフロンタイプです。その時って、まあ、バリアじゃなくてもいいかもしれないんですけど、まあ、僕は結構このアルデンテの持続感が結構気に入っているので、ここもう10年以上はカルボナーラはこのバリラで作ってます。はい。開いて入れ時間は8分ないし9分未満ぐらいです。これも結構開けて多分一月ぐらい経ってるんですけど、意外と封開けると茹で時間伸びるんですよ。多分乾燥が進んでるのか、いつも8分10で上がるところが9分ぐらいかかったりするんですよ。結構硬いと、なんかそれはそれでなんかこう、ソースのバランスが悪くなっちゃうんで、まあ、大体8分半ぐらいで様子に食べてみて、まあ、ちょうどよかったらそのままゴーして仕上げるっていう感じにした方がいいと思います。今日の材料ですが、まあグアンチャーレっていうやつですよね。豚の頬肉の塩漬け、まあ、なんならパンチェッタでもいいですけど、なんか最近なんか売ってる生ベーコンみたいなやつとかでもいいです。なんならベーコンでもいいです。僕はパルミジャーノ、ほんまローマだとペコリーノロマーノなんですけど、やっぱパルミジャーノの方が美味しいんじゃないかって僕は思うんですよね。やっぱペコリーノ塩味が強くて熟成期間がない分旨味も少し弱いんで、で、潰した胡椒、もし究極目指すんだったらパスタが上がる 30秒ぐらい前にこう自分で潰してあげて引き立ての胡椒を引いてもいいかなって思います。僕はもう結構このまま潰し胡椒使っちゃいます。と、少し生クリーム。でも当たり前ですけど、卵。うちはこの卵は開放鶏舎って言われているあの工場みたいな卵じゃなくて、開放鶏舎でちゃんと餌もこだわっていて、抗生物質を使ってない赤瀬農場の卵を使っています。すごいサラサラして美味しいです、はい。今日の材料はこれだけです。ちょっとまあ、なんなんでやっていくと、まあ、例えば、これをね、半分ぐらいにします。で、皮取っちゃう。この皮は、冷凍庫取っといて、なんかブロードに入れたり、スーゴに入れて出汁にします。で、このカットなんですけど、僕が、ちょっと、薄めっていうか、スライスが最近好きなんです。昔はこう、ダイスとか、キューブとか、なんか短冊状にしたりしたんですけど、なんかこう、あんまりこうガリガリに焼きたくもないし、もうかといって、こう、風味も弱いのも嫌だし、みたいな感じで、別にカルボナーラに現地化を求めたら求めたでキリがないんですけど、なんか僕はこう、こういう方がいいかなっていう
最近の気分です。で、パスタ入れます。一応ハットが半目安、グアンチャーレをフライパンに並べていく。で、油を引かないで弱火で火をつける。で、ただ本当にます。卵黄、白身抜いて殻だと。で、大体卵黄と同量ぐらいのパルミジャーノパウダー入れます。で、生クリーム。こんなもんです。で、ところで生クリーム風味が欲しいとか風味じゃないです。卵黄に不純物を入れたいっていうだけです。そしたら、これ混ぜます。これ、やっぱ卵黄って大きさ毎回毎回違うんで、やっぱりこう混ぜた時のこの濃度がこれぐらいかなっていうのを想定しながらやると、やっぱり卵黄が少ない時はちょっとしゃばくなったりするんですよ。で、卵黄が大きい時は盛ったりするっていうか。で、ここちょっと盛ったりしてるなと思ったら、ちょっと水を入れて、不純物を入れてあげる。こうすると固まりにくくなります。ちょっとさばくていいです、この辺は。はい、で、弱火でビチビチといくと、少しずつ油で出てくるんですよ。で、これなんでこう油を入れないか。その時カルボナーラって、パンチェッタないしグアンチャーレの油と水分の勝負だと思うんですよ。そこに余計なオリーブオイルが入っちゃうと、この豚の油の旨味で作ろうとしてるのに、余計なオリーブオイル入るとなんか油が増えちゃって捨てちゃったりするんですよ。油を、もう油もったいないなって僕思っちゃうんですよ。油とゆで汁が絶対的なベースなんです。そこにオリーブオイル、僕は基本的にいらないと思っちゃうんですよ。でも中にはね、この中にニンニクなし入れたりとか、なんかわかんないんですけど、何ですかね、玉ねぎとか入れちゃうんですかね。でも、勝負したいのは、豚の油と茹で汁と卵なんですよ。で、っていう人は、この、ワンちゃんの油をほとんど節約してると思うんですけど、でもったいなくないと思っちゃう。なんで、じくじく出てきた、この油、どんどんこう油出てくるじゃないですか。これが美味しい。ビスランテで作るとちょっと重くなりすぎちゃって、ね、こんなの一皿食べたらなんかもうお腹いっぱいでもういらないみたいな気分になっちゃうんですけど、ちょっと今回は一皿だけお腹いっぱいというかもう満足度のある僕なりの考えてるカルボナーラで作らせてもらいます。並んできました。で、こういうカリカリなのもちょっと入ってる分にはいいんですけど、なんかあんまりこう僕、ローマとかでこんなガリガリのグランチャーレの入ったカルボナーラあったかって言われると、なんかもう少し手前だったなと思うんですよね。なのであとはもう余熱というか、ゆっくりこのフライパンの温度と油を出していく。で、待ちます。あと3分です。ラ・カルボナーラっていう超直球な店があって、パスタはソースが強いときは固く作るものみたいな概念みたいなものはアラマフレスカで初めて知ったんですけど、ローマそれ食べたらボキボキに硬いんですけど、ソースが濃厚で、僕なんかこうローマで一番カルボナーラはそこなんじゃないかなって多少のイメージはあるんですよね。でもローマでカルボナーラ食べるとなんか前段で作ってるのが結構ボソボソになっちゃったり、ボソボソというかで、少し細めの麺で作ってるところは絡みすぎちゃって思って食べれなかったりするんですよ。まあ、未だに全卵で作る人ももちろん中にはいると思いますし、うまく作れればいいと思うんですけど、全卵で作ろうとするとやっぱりね、なんか卵黄も卵白固まってっちゃって、それぐらい結構なんか煮卵みたいになっちゃうのは嫌ですしね、ぬるいのも嫌だしっていうと、やっぱり卵黄だけの方がカルボナーラベターなんじゃないかなと思うんですよね。まあいろんな正解ありますし、
もうなんかイタリア人がこれがうまいって言われたら何か逆らえないんでしょうがないんですけど、はい。でまあとりあえずこうやって油出てきてます。もしなんか家に白トリュフオイルありますよって言われたら、この卵液の中に白トリュフオイル入れてもいいですし、もうちょっと簡単にするんだったら、この卵液の中に、まあ、オリーブオイル入れてもいいです。そうすると卵黄にオリーブオイルが混ざって、またこう固まる力がどんどん弱くなっていくんで。もう良さそうですね。で、残り10秒ぐらいになったら、お湯を入れます。はい、1杯半ぐらいかな。これも塩水なんで、入れすぎるとしょっぱくなっちゃいます。そしたら、そう、入れます。で、重要なのは、ここ熱いんですよ。めちゃくちゃ。2、3回振って、ここの温度を下げてあげる。そしたら、あんいき。僕は真ん中の弱火をつけます。で、ひたすらかき混ぜる。サバめに。こうすると最後の一口まで美味しい。で、胡椒。まあ、胡椒好きな人はいっぱい。もっとフレッシュな胡椒欲しい人は、まあ、潰したての胡椒。はい。これがレガーロのバイディカルボナーラです。最高かって言われるとちょっと自信がないですが、この作り方はあんまり冷めてないんですよ。これもやっぱり熱くないと好きじゃないんで、豚の脂をうまみにパスタを食べる。はい、されてる。仕上がりの状態ってやっぱりいつも同じグラムでやってると卵のサイズでブレるんで、皆さん作ってみてください。人間料理ツートップがいる。僕の中で同率1位だ。上原にある G 店っていう吉田さんが作る中華のインゲンの辛辛炒めっていうのが中華のインゲンベスト1位で、麻布十番の天ぷら屋畑中さんのインゲンの天ぷらがある。それが結構同率1位なんです。このインゲンは僕のインゲンの概念を変えたインゲン料理でした。すごい美味しいです。